つも新社館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新社館酒々井成田空港店の鈴木と江澤です。本日もよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った営業を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにご来店時間のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様ウェブ商談システムをご用意しておりますので、合わせてご活用お願いいたします。お願いいたします。どうしたんですか？急に降ってきたじゃないですか。なんかこの前撮った時に、はい、私が全部喋っちゃったから、はい、江澤さんちょっと喋りそうになってたから。いや、そんな寂しくないですよ、そういうの。今日だから振ろうかなと思って。はい、初っ端から茶番が入っておりますが、はい、さあ、今日紹介するお車。ででん、68パチパチパチ、マツダの車久しぶりにちょっと撮りますかね。そうですね、はい、しかも CX8 最近入ってなかったんで、そうですね、だいぶご無沙汰、ご無沙汰です。はい、あ、むしろ昨年改良が入ったモデルで、はい、CX8撮影第1号かもしれないですね。失礼、グレードがディーゼル 2.2 クロス D のエクスクルーシブモード。あ、 XD じゃなくてクロス D って読むんですね。 XD? XD, XD? クロス D, クロス D。 あ、そのまま読んじゃダメ。そう、なんか前そこの話しましたよね。え、これ XD じゃないのっていう話で、そう、 2.2 クロス D のエクスクルーシブモードになっております。もうこのグレードかなり、あ、まあ、特別仕様車でもあるんですけど、高級感半端ないです。で、一番見てほしいところ、グリル CX5 とだいぶ印象が変わると思うんですよ。そんなことないですね。メタリックですか？なんていうんですかね。なんか、まあ、多分サテンメッキとも違うんですけど。はいはいはい。でもちょっとラメ入ってます？あ、入ってます。入ってます。おしゃれですね。ちょっとね、きらびやか。しかもね、この縦のラインっていうのがかなりね、高級感増し増し。そうですね。吹きやすそう。なんか。あ、これ吹きやすい？いや、でもなんか蜂の姿のなんかツート車とかに比べたら全然吹きやすそうじゃないですか。確かに水が残りづらい。そうですよね、水は残りづらい。洗車基準っていや、あのね、洗車基準はでもね、確かに大事大事。アルファードもね、あの、まあ、ちょっと形状が、まあ、似てる部分あるんで、アルファードもね、やっぱ水残るんですよ、グリル。ブロワーが必要ですからね。そう、ブロワーあれば一発なんですけど、ね、高い高いブロワー、私買えない。はい、そう、それ考えたらね、これ縦で、ね、流れ落ちてくれるから、ね、あんまり水受けなそうですからね。そうですね、形状としてはいいかもしれない。はい、わあ、さすがっすね。さすが、私そんなのあれですよ。ちょっとね、頭から外れてましたよ、そういう。いや、私の中のグリルデザインは、あの、洗車の吹きやすさは結構重要して。あ、重点的にね。はい。なるほどです、はい。そういった意味ではね、あの、非常に手入れしやすいかもしれない。はい、なおかつ、かなりスタイリングがかっこいい。そうですね。で、最近あの、高級車ってなると、アルファードもそうですけど、あの、まあ、もともとクラウンとかも、あの、縦ラインのグリルが、やっぱり、高級感あるイメージ出ます。で、今回の CX8 のクロス D、ごめんなさい、エクスクルーシブモードも同様のグリル、はい、でもやっぱりマツダらしいですね、こういうところは。そうですね、はい、結構ね、あのヘッドライトも今回形状がね、あの、若干変わってきましたけど、はい、やっぱり CX5 と同じようにかなり切れ長、めちゃめちゃまたかっこよくなってますからね、マツダの車は。このでもマツダ車のこの丸いね、好きなんです。
あ、この丸めですか。でもね、いいですよこれで。しかもシグネチャーついてると、あのデイライト、あ、はいはい、すごいかっこいい。あ、そうですね、いいですね。このなんか馴染む感じにメッキの加速が入ってるから。あ、ここですね。メッキの使い方いいですよね。そうですね、結構ね、松田の車結構なんか手が込んだ作りのイメージなので、うん、うちのねちょっとスタッフにもね松田大好きな人いますけど、そう、松田愛語れる加藤がいますから うちは松田3なら任しとけ、松田任しとけ、加藤がいますから、松田加藤がいますから、はい。で今回ねこちら CX8 なんですけど、はい、やっぱり一番見ていきたいところは室内。もうね、外装はねもう皆さん分かってるんで、はい、中ですよ、問題は中、はい、ちょっとね鈴木さんにちょっと評価していただきたいと思います。レッツゴードゥー。あ、ごめんなさい、取り方下手だった、手が切れちゃった、ごめんなさい。まあいいですけど。さあ行きましょう、はい、じゃあ早速ねちょっと室内見ていくんですけど、はい、まずあのセカンドシートの方から見ていきましょうか、はい、じゃあ早速開けちゃってください。オープン、じゃじゃーん。あ、結構開けますね。そう、そこそれそれ、あのいい感じ。ちょっと今まだいけるかなと思って引っ張ってたんですけど、はい、はい、ほぼほぼ90度です ね、すごい。セカンドドアがめちゃめちゃ開くんですよ、これめっちゃ開きますね。でもこれあのちゃんと重みあるんで、はいはいはい、勢いでわーって開かないから。あ、そうです ね、 いいですね、そういった意味ではね安全、はい、そしてこれだけ開けば、いや、空乗りより楽ですよ。まあ内装もいいんですけどね、もちろん。おしゃれ。内装もね、ちょっとご案内しますけど。おしゃれ。これね、やっぱりミニバンとやっぱ悩まれる方多いんで、はい、じゃあスライドドアの方がいいでしょうと。いや、まあもちろんこんなにあのドア開けれる機会ってそんなないと思うんですよ。そうです。確かに。やっぱウィークポイントではあるんだけども、はい、ここまで。開けさせてくれた松田さん、ありがとう。松田さん、なんか夕方だからですかね。なんですか、語彙力がもうなんか、え、低い。鈴木さん、あの私もともと語彙力低い。失礼いたしました。楽しく動画撮りたいんでね、はい、語彙力なしで全開で。大丈夫、お客様に伝えないといけないですから、この予算商談バッチリ話、はい。でね、リアの、まあ、内張りなんですけど、ここからねやっぱりねすごいしっかりしてますよね。プラスチックじゃないんですね。そうです、そうです、そうです、しっかりしてる。ちゃんとね、あ、しかもあれですから、本革なんで、シートとかも、もう上質ですよ。そしてもう映っちゃってますが、はい、内装色ホワイト、はい、出ました。すごい綺麗、新車のホワイトめちゃくちゃ綺麗。新車のホワイトめちゃくちゃ綺麗。幼稚園児並みの。だってあの白ですよ。そのまんまの感想を申し上げていいです。これね、やっぱね、使い方によっては本当汚れるんで。そうですね、今だけですよ、こんな白いの拝めるの。私気になったんですけど。はい。そうなんですよ、ちょっとやってみてもらっていいですか。やばくないですか。これはメイクオプションとかではなく、はい、もうこれが標準なんですかね、このグレードは。あ、そうですね、この仕様で、選べます。あ、はい、後ろ電動ってなかなかないですよね。ないです、ないです。いや、もう本当アルファードも結局背もたれだけ、背もたれとあとオットマンになるんで、前後もできるってなかなかね、贅沢ですよね、これね。すごいですよ、ジャイさん。
すごいんです。めちゃめちゃハマってくれましたか。はい、好きになりましたね。あ、でも松田社ね、あの加藤さんの松田駅というか結構好きでした。あ、なるほどなるほどさすが加藤ですね。次の車松田も検討にし入れようかなって思ってます。ここもね、なんかこれで、すごい、あ、そう、ちょっと映せなかったけど自動ですよ。倒れる。あ、これで3列目に乗り込みする感じですか。あ、そうです、そうです。それで、ね、できるんですよ。すごい。これはやっぱりマツダ独自というかアルファードとかにはないんで。あ、そうですね。だって手で動かしてるイメージですよね。あ、そうです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 、そうです。よいしょみたいな感じですよ。これぞおもてなしじゃないですか。すごい、さすがですね。おもてなし。古い。あ。古い。これね、素敵ですよ。3列目はフラットに倒せる感じですか。はい、ラゲージを広く使える感じですか。あ、そこがですね、はい、ちょっとね。フラットには使えないですね。まあちょっと後ほどね見ていきたいと思うんですけど、はい、まあ、乗り込みはねご覧の通りかなりしやすくなります。そうですね。はい。とても良くて素晴らしい作りですね。で、ちょっと私先に映してるんですけど、はい、3列目に USB の、まあ、あの差し込み口、はい、まあ、今片側しか映してませんが、両側実はついてます。なので3列目の方もあのスマートフォンの充電もう存分にしちゃってください。これで長距離も安心。はい、そうですね。で、戻すときは多分ねちょっと手動で戻さないといけないんじゃないかな。そうなんですね。なんかボタン押してもどんな、あ、あ、押せば行きますね。あ、今ね、私をしたんですけど。場所が違う感じですか？後ろ？同じで行けるんじゃなかろうかと。押し足りなさ。あ、ごめんなさい。ちょっとね、私もちょっと全然簡単な練習しかしてなかったんで。でも矢印書いてありますよ、江澤さん。あ、そうですね。書いてあるんで。前に行く。うん。ちょっとこれもうちょっと私勉強必要ですね。まあ、背もたれは普通に手で上げれば元に戻す。そこだけ手動なのかな。いや、特殊。実はちょっと私ね、あの今回ちょっと初めて操作しました、これ。そう、めちゃくちゃいいっすね。いい。じゃあちょっと私反対から覗くんで、もうちょっと中見ていきましょう。さあ、私がちょっと反対に来ました。お、さすが、さすがカメラアングル分かってますね。失礼いたします。はい、よいしょ。あ、椅子ちょっと高い。よいしょ。でもね、乗り心地最高だと思いますよ。あ、いいですね。いいです。しっかりまたね包み込まれてる感じ。いいです。高級感入れ、なんかちょっとお金持ちになった気持ちです。でもかなり贅沢ですよね、この仕様。そうですね。ちょっと私足短いから足届かない。で、なんといっても見てほしいのがここ2列目のコンソール。そう、そこに、あ、片側だけですね。片側ずつで開けてください。そう、こういう開きじゃないですか。あ、そうなんです。横開きなんですね。しかもね、あ、意外と頭当たります。いや、今ちょっとこれにぶつけた。あ、それか。危ない危ない。天井は全然高いです。大丈夫です。前の、あ、 USB ついてる。そう、コンソールと同じく中に USB のソケットがついてる。二口ちゃんと。しかも結構深いですね。めちゃめちゃ深いですよ。ちょっとカメラだとね、実際分かりづらいと思いますけど、私の肘まで入ります。これいろいろと、入れ込みもできますし。そうですね、漫画本。そう、漫画、そうって言っちゃった。もう私生活バレちゃう。漫画本、漫画読んでるんですね。はい、漫画本とか。まあでも実際何入れるかっていうとちょっと悩みますけどね。ちょっとでもいいですね、これは。ティッシュとか。あ、まあそうですね。
ちゃんとドリンクホルダーも別でついてて、しかもメッキ付きだから、おしゃれな家族ですね。すごいです。これ多分貼ってあるからきっとピアノブラックとかなんかそういう感じの家族なんでしょうね。そうです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 。もうね今保護テープ貼ってあるんで、その傷つきやすいんだよね。そうですね。ね、保護テープはまだ剥がせないです。これなんですか、もうシートベンチレーションってやつですか、もしかして。そうなんですよ。2列目。これはかえこれ風量で、はい、これをシートヒーター。ヒーターとヒーターです。こっちと、まあ、いわゆるシートクーラー。クーラー。ボタンが別。あ、別です別です。でも3段階調整できるんですね。よくないですか。すごいですよね。よし、ボタンをオンオフしかない私の車からしたらもうとても素晴らしい。これはね、さすがにライズと同じ仕様だとね。価格帯が全然違う。そうなんですよ。300万ぐらい違いますよね。もうこの車、あ今ねあのエクスクルーシブは新車間のね、はい、低金利プランを用意してるんで、はい、やっぱ500万いきますよ。ですよね。アルファードの SC パッケージほどじゃないですが、はい、やっぱあのタイプゴールド、はい、あのあたりと同じ価格帯。あ、うん、なるほど。ただタイプゴールドより内装は豪華。そうですね、自動だしね、シート。これ、CX8 ありかなと思います、やっぱ。全然いけます。スライドじゃなくてもいいって人とかだったら、ね、うん、後ろも乗れるし。そうなんですよね。で、あの最近やっぱり7人乗りが結構流行ってると思うんですけど、はいはいはい、まあ、実際7人乗るっていう機会もそんなないっていうのと、まあ、マツダ唯一ですよね、あの6人乗りの設定。はいはい、まあ、やっぱ6人の方が、現実的かな。そうですね、広々と後ろもね、3人乗ったらやっぱり。そうなんですよね。どの車でも狭いから6人ぐらいがちょうどいいですね、うん、広さはしっかりと、はい、あの間隔取れるんで、はい、いいかなと思います。はい、はい、じゃあちょっとねラゲージの方も早速見ていきましょう。どうしました、やってきましたよ。今日も夕日が綺麗だなと思って。夕日反対だけどね。もう佐々木さんじゃない、あ、つくばの佐々木さんの名前出ちゃった。何なんですか。鈴木さんでございました。鈴木です。さあしっかり紹介していきますよ、はい、さあ後ろやってきましたけど、はい、まあ相変わらずの素敵なフォルム。いいですね。やっぱね大きい。リアのデザイン、マツダ車結構好きなんですよ。ああ、わかります。私もね結構リアの姿好きで、で中央にねあのメッキの横ラインが入ってて、ね、うん、これもね結構素敵ですよ。これなんかターンランプの光り方がちょっとなんかふわふわしてておしゃれ。あ、じゃあちょっとつけてみますか。ちょうどね、ちょっと薄暗くなってきましたからね。さあ、ライトオン。あ、来た。来ましたか。いいですね、リアコンビネーションランプついてますよ。どうですか。結構ね、CX30 だともっとねあれですよ、鼓動を感じるかのような光り方。CX30 鼓動ね、鼓動ですよ。ここなんかいいですね、ここのこういう、あ、本当だ、ここ横ライン一直線なんですね、ちょうどね。ガンダムのひげみ。え？いやでも絶対ね、分かる人には分かると思う。ガンダムのひげ、なんかこういうガンダムいるんですけど。あ、え、嘘でしょ、そう見えた。ガンダムのひげみたい。いや、分かんないか。私がオタクだから。それはつ、いやー違うよ。この会話カットされてたら悲しいです。大丈夫、残してあげる、はい。ぜひね、共感した人はコメント欲しいぐらい。さあ、さあ、マツダといえばですよ。
とライト消していきましょうか。あ、そのままちょっといいですか。うん、やってましょう、やってましょう。さあ、レッツゴー。鍵を持って足を入れて、おお、一発、一発成功、ハンズフリーパワーテールゲート。3列目あるけど、なんかすごい狭いって感じじゃないんですね。あ、思ったより、はい、ちょっと荷物置けるかなと思います。今ね、ちょっとフロントのフロアマット入っちゃってますけど、ただここの床面積はある程度あるかなと思うんですけど、ここ開けられそうですよ。あそこ開けれますよ。あ、床下の収納入ってきますね。下の収納を活用すれば、うん、物は詰めます、ね、これも取り外しできる。で、下にちょっと小物ボックスの中に入れられる、はい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 、あ、なるほど、ちゃんと作られてますね、はい、というのがやっぱりやっぱ後ろがなんていうんですかね、お尻の部分が丸まってるんで、はい、その分ね、高さがあるものとかは入れられないので。でも私これぐらいで十分。鈴木さんね、荷物が少ないからあんま荷物ないですよね。車の中に物をあんまり積みたくないので、うん、あんまり積んでないんですけど、スーパー行った時とかはこれぐらいの幅があれば転がらないし、まあ、この車で想像するとしたらやっぱ旅行ですよね。そうですね、スーツケース大きいのはちょっとあれかな。やっぱね、シート倒さないとちょっと厳しいかなと思います。ここもそうですね、お土産入れていただいて、はい、でちゃんと両脇に実はフックもついてて、まあ、引っ掛けも使えていきます、はい、あとはシートをですね、まあ、これも倒さなきゃいかん。あ、そうです、そうです、そこのレバーを引いて、あ、ちょっと待ってくださいね。最初からやると通常はちょっとここだけ、あ、これ噛んじゃうからそのまま倒上げてもらって、よいしょ、これでいいんだ。あ、倒れません。あ、ちょっと待って、はい、よいしょ、これでここのレバーを、はい、軽く引いてもらっていいですか。あ、ちょっといかないな、やばい、自分でやったからね、映せてない映せてない、ちょっとチェンジ。あ、じゃあね、もうちょっと引っ張ってもらって、そう、パターンって、で、もっと引いて前に椅子を倒す。あ、そういう感じですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと。それでサードシートを加工して収納で使う。覚えちゃうとね、やり方は簡単です、はい、簡単、はいはいはい、ただやっぱ起こすときはちょっと女性だと大変かもしれない。腕届かないんじゃないかな。あとちょっとね、シート重いっすかね、やっぱね。いや、そうでも、あ、そうでもないですよそうでも、そうでもないですよ。楽ちん、楽ちんかったらどうですかね。私は一応届きますけど、もうちょっと背小さい方とかだと、もしかしたら、そうですね、手が遠いかもしれないですね。はい、これでヘッドレスも戻して、はい、でまたレバーでやってもらえればいけます。はい、はい、さあ後ろからの光景でした。はい、はい、いや、もうなんだかんだもう暗くなっちゃいましたね。夕焼けが綺麗ですね。夕焼けがね今日はこちらマツダ CX-8、はい、2.2 クロス D エクスクルーシブモード内装ホワイトですね、ご紹介させていただきました。今 100% 新車館の公式ホームページでもプラの方掲載しておりますので、はい、皆さんぜひそちらの方もご確認ください。はい、いいですか。はい、ぜひですね、マツダようやくまた生産の方が再開始めてどんどん作られてますので、ちょっと早めにね、ちょっとご来店いただければと思います。はい、はい、ではまたちょっと動画撮りましたら皆様のご視聴、お待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。